少女時代は2007年に結成した韓国の女性アイドルグループ SM エンターテインメント所属。略称はソシ、SNSD。公式ファンクラブ名はソネ。SM エンターテインメント練習生の中から選抜された9人のメンバーによって2007年8月1日にまた巡り会えた世界でデビュー。デビュー以来ワンダーガールズやカラーと共に 韓国のガールズグループブームを牽引してきた。2009年に発表した G が大ヒットし一躍 K-POP アイドル界のトップスターとなる。韓国だけでなく日本、中国本土、台湾、タイ、シンガポールなどのアジア各国で活躍しており2011年には欧米デビューを果たした。2015年に メンバー1名が脱退し、以降は8人組として活動していたが、2017年には、SM エンターテインメントとの契約が満了し、メンバー3名が事務所を退所したため、事実上活動を休止している。契約を更新した5人のメンバーは、2018年より、派生ユニット、少女時代を、GG で活動している。グループ名の、少女時代には、 少女たちの時代が来たという意味が込められており、韓国でソニョシデイと発音されるため、ソシと略される。漢字圏では少女時代の現地での読みで呼ばれており、英語圏では英語訳となるガールズ・ジェネレーションが用いられる。また、少女時代のローマ字表記であるソニョ SY でイイの頭文字を取って SNSD と表記されることもある。 公式ファンクラブ名の SNE は韓国語で願いを意味する。ハートマークは少女時代の頭文字である外一つを意味するワンとの重なる王を表しており少女時代とファンは一つであるという思いが込められている。グループカラーはパステルローズピンク。メンバーはそれぞれオーディションやスカウトを通して SM エンターテインメントの練習生となり、 2年から7年の間、歌やダンス、演技などのレッスンを受けた。SM エンターテインメントは2005年に男性アイドルグループ、スーパージュニアのデビューを成功させると、次なるグループとして女性版スーパージュニアの構想を始めた。練習生の中で、スーパーガールズと呼ばれる11人組の仮グループが結成され、ユナ、ユリ、スヨン、ヒョヨン、ジェシカ、 ソヒョンの6人はそのメンバーとして、レッスンを重ねていった。社内でのショーケースを通して何度か、メンバー交代が行われ、最終的に、ティファニー、テヨン、サニーの3人が加わって、2007年夏に、少女時代が結成された。SM エンターテインメントは、ボアや東方新規など、歴代人気アイドルを輩出してきた大手事務所である。 ため、大型新人グループとしてデビュー前から注目を集めていた。スーパーガールズ元メンバーは以下の通りである。これらの中で少女時代に加わらなかったメンバーのその後の経歴は以下の通りである。2007年8月2日にシングルでデビュー。約5万枚を売り上げ、10月11日放送のネット。 m カウントダウンにて歌番組で初めての1位を獲得した。11月にはファーストフルアルバムを発売し、その年のゴールデンディスクショーなどで新人賞を受賞した。2008年3月にはリパッケージアルバムベビーベビーを発売し、と合わせた売り上げは12万枚を超えた。9月には新曲が発売される予定であったが急遽中止となり、 しばらくはテレビ出演や個人での活動が中心となった。アジアソングフェスティバルではアジア最高歌手賞を受賞。2010年10月25日の少女時代9ヶ月の空白期間を経て2009年1月にリリースされたファーストミニアルバム G は KBS の音楽番組ミュージックバンクの ヒットチャートで史上初の9週連続1位を記録した。他、様々な音源チャートで1位を獲得し、一大ブームを巻き起こした。続けて6月には、セカンドミニアルバム、ジニーを発売。これら2つのミニアルバムはそれぞれ、売り上げが10万画枚を超え、この年には、ゴールデンディスク賞をはじめとしていくつもの音楽大賞を受賞した。12月には、ソウルにて、 初の単独コンサートを開催。2010年1月には、セカンドフルアルバム、o、を発売し、ガオンチャートで2010年の年間で197,934枚の販売数を記録した。3月に発表された、リパッケージアルバム、ランデビルランからは、それまでの可愛い妹路線から、大人の女性路線へとイメージ変更を図っていった。 8月から日本での本格的な活動を開始しながら、10月には、サードミニアルバム、フートを発表。日本での活動を一段落させると、2011年10月19日に、サードフルアルバム、ザ・ボーイズを発売した。ザ・ボーイズは2011年の年間で、ガオンチャートで385,348枚の販売数を記録し、 2012年の年間販売数52,863枚と合わせると累計438,211枚である。2012年5月には、テオン、ティファニー、ソヒョンの3人が少女時代テティソとして活動した。2013年1月1日、フォースフルアルバム、愛があったボーイを発売。韓国 MBC にて新曲を披露する。 特集番組が放送された。アイガッタボーイは、ガオンチャートで2013年の年間で293,302枚の販売数で、2014年1月から10月までの販売数8,151枚を合わせると、累計30万1,453枚である。ミスター・ミスターを演じる少女時代2014年2月19日に、フォースミニアルバム、 ミスター・ミスターのタイトル曲、ミスター・ミスターを先行配信して、24日には CD が店頭に並ぶ予定だったが、ミュージックビデオの破損により公開が遅れ、24日にタイトル曲、ミスター・ミスターの他収録曲を、メロン、ジニー、ネイバーミュージックなど主要音楽配信サイトにて公開し、27日に店頭販売されることになった。 ミスターミスターは2014年の年間でガオンチャートで163,209枚の販売数を記録し、前作サードミニアルバム、フートの2010年の年間販売数を上回った。9月には少女時代テティソとしてセカンドミニアルバム、ホラーで活動した。2014年9月30日、メンバーであったジェシカが少女時代としての活動を休止する、よう、 所属事務所の SM エンターテイメントより勧告された。その当時は、処遇について曖昧なままであったが、2015年8月6日、SM エンターテイメント側から正式に、ジェシカとの契約を終了したことを明かした。2015年7月、ジェシカが抜けて8人体制となって、初のシングル、パーティーを発表を。8月には、ライオンハート、ユーシンクを、 ダブルタイトル曲にしたフィフスフルアルバム、ライオンハートが発売された。ライオンハートのガオンチャートの2015年の年間販売枚数は14万5044枚で、前作フォースフルアルバム、アイガッタ・ボーイの2013年の年間販売枚数から半減し、2014年のミニアルバム、ミスター・ミスターの販売枚数をも下回る結果となり、 2010年にガオンチャートが集計を始めた以降に発売された少女時代の韓国フルアルバム及びミニアルバムの中で過去最低の販売数となった10月にはテヨンがミニアルバムアイをリリース11月にはソウルで久々の単独公演を行った12月には少女時代テティソとしてクリスマススペシャルアルバムディアサンタをリリースした 2016年からはソロの活動が目立った。まず、テヨンが2月3日にシングル、レインをリリースし、6月11日にティファニーがアイジャストアナダンスをリリースしてソロデビューした。次に6月29日にテヨンがミニアルバム、ホワイトをリリースした。2017年10月10日、所属事務所の SM エンターテイメントはティファニー、スヨン、 ソヒョンの3人と契約が満了したことを報告した。契約を更新した、テヨン、サニー、ヒョヨン、ユリ、ユナの5人は、派生ユニットである、少女時代 O、GG を結成し、2018年9月5日に、シングル、リルタッチで正式にデビューした。O、2010年少女時代は2008年から、SM エンターテインメント所属アーティストによる、アジアツアー、 s エスセムタウンライブに参加しており、2008年9月には、中国、上海、2009年2月には、台湾国で公演を行った。2010年に発表された、セカンドアルバム、O! は、アジア各国でも発売され、台湾、フィリピン、タイの各種音楽チャートで1位を獲得した。2010年のファーストツアーでは、上海と台湾、 台北で公演を行い、2011年の日本ツアーに続けて行われたセカンドツアーでは、台北、シンガポール、香港、バンコクで公演を行った。その他にも、フィリピン、ベトナム、オーストラリア、マレーシアで行われた K-POP コンサートに参加している。2010年8月1日、ユニバーサルミュージックジャパン参加のナユタウェイブレコーズから、シングル、ジニーで、 日本デビュー。8月25日には、東京、有明コロシアムでショーケースを行った。当初は1回だけの公演の予定だったが、ファンからの要望が多かったため3回に増えた。2010年10月に、リリースされた日本での2枚目のシングル、G は1週間でおよそ6万6000枚が売れ、日本人以外のアジア女性グループで、 初のオリコンシングルウィークリーチャート2位を獲得した。少女時代はこの年の第52回日本レコード大賞で新人賞第25回日本ゴールドディスク大賞でニューアーティストオブザイヤーを受賞した。2011年3月に発生した東日本大震災に際しては被災地へ向けたメッセージを公式サイト上に掲載した。 この震災の影響で5月から予定されていた日本ツアーの日程が変更されたが新たに3公演が追加された。2011年4月には3枚目のシングルミスタータクシーランデビルランを発売。ついで6月に発売された日本初のアルバムガールズジェネレーションは初週約23.2万枚を売り上げ日本で初めて オリコンウィークリーチャートで1位を獲得した。この売り上げは、同じ韓国出身で、事務所の先輩でもあるボアが、リッスン・トゥ・マイ・ハートで記録した初週売り上げ23.1万枚を9年3ヶ月ぶりに上回り、海外アーティストのデビューアルバムとしては、歴代最高の初週売り上げ枚数となった。このアルバムは2012年6月3日までの売り上げが、 オリコン集計で85万枚以上となっており、韓国のグループの音楽ソフトで史上最高の売り上げである。賞味出荷枚数は100万枚を超え、日本レコード協会からミリオン認定を受けた。2011年5月から7月にかけて、日本初のアリーナツアー、ジャパンファーストツアー、ガールズジェネレーションを開催。大阪、埼玉、東京、広島、名古屋、 福岡の6都市で計14回公演を行い約14万人の観客を動員した。8月には韓国の女性グループとして初めて日本の音楽フェスサマソニ2011に出演。9月には S セムタウンライブの東京公演に参加。12月にはライブ映像。 ジャパンファーストツアーガールズジェネレーションとアルバムガールズジェネレーションのリパッケージ版リパッケージアルバムガールズジェネレーションザ・ボーイズをリリースまた大晦日には第62回 NHK 紅白歌合戦に初出場しジニーを披露した2012年6月日本での4枚目のシングルパパラッチをリリース9月に発売された5枚目のシングル おうとミュージックビデオ集ガールズジェネレーションコンプリートビデオコレクションはそれぞれオリコンのシングル DVD BD 部門で週間1位を記録し海外アーティストとしては初の同時参観を達成した11月には日本での6枚目のシングルフラワーパワーついで2枚目のアルバムガールズジェネレーション2ガールズピースをリリースした 2013年2月から4月にかけて、アリーナツアー、ガールズ・ジェネレーション・ガールズ・ンド・ピース、ジャパン・セカンド・ツアーを開催。神戸、福岡、広島、大阪、名古屋、新潟、埼玉の7都市で、計20回公演を行い、約20万人を動員した。3月には、ミックスアルバム、ベストセレクション・ノンストップ・ミックスをリリース。6月には7枚目のシングル、 ラブガールズがリリースされ、発売日には、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、少女時代と、ファンが参加するフラッシュノブの撮影が行われた。9月には、8枚目のシングル、ギャラクシー・スーパーノバと、ライブ映像、ガールズ・ジェネレーション・ガールズピース、ジャパン・セカンド・ツアーが、同時発売された。12月には日本で3枚目となるアルバム、ラブピースが、 ライブの無料招待の特典付けで発売され、初週12.9万枚を売り上げ、アルバムで2回目となる、オリコンウィークリーチャート1位を獲得した。2014年5月から7月にかけて、アリーナツアー、ガールズ・ジェネレーション・ラブ・ピース、ジャパンサードツアーを開催。福岡、広島、神戸、名古屋、大阪、埼玉、東京の7都市で、 計17公演20万人を動員した。7月23日には、デビュー以来初となる、ベストアルバム、ザベストが発売。8月4日付けリコンウィークリーチャートで、初登場1位を獲得した。また、翌週も週間1位を獲得し、自身初の2週連続1位となった。十二月九日に、七月に発売された、ベストアルバム、ザベストを受けて、 初の東京ドーム公演、ガールズ、ジェネレーションザ、ベストライブアット、東京ドームをジェシカを除く8人のメンバーで開催。2015年4月1日に発売された初の東京ドーム公演、ガールズ、ジェネレーションザ、ベストライブアット、東京ドームのブルーレイ DVD がオリコンチャート量部門で1位を獲得。しかし、発売初週の売り上げ枚数はオリコン集計で、 DVD1503 枚、ブルーレイ13,596枚の計24,099枚で、あり、2014年12月24日に、発売された9人時代の前作、ガールズ・ジェネレーション・ラブ・ピース、ジャパン・サード・ツアーの初週売り上げの3分の2、未満にまで激減し、少女時代の日本公演の映像商品の中で過去、最低の売り上げ枚数となった。 4月22日に8人体制で初となるシングル曲キャッチメイフユキャンが日韓で発売され iTunes エレクトロニックチャートにて初登場1位を獲得した。発売初週の売り上げは2万835枚でオリコン週間8位であり、前作ギャラクシースーパーノバの初週売り上げの約4割に激減した。アルバム先行シングルであった。 フラワーパワーの初週売り上げすらも下回り、売り上げ枚数、順位ともに過去最低となった。12月にはおよそ1年半ぶりとなる、アリーナツアー、ガールズ、ジェネレーションフォースツアーファンタジアインジャパンを開催した。3都市6公演で約7万人の動員で、前年の、ガールズ・ジェネレーション・ラブピース、ジャパンサードツアーの約3分の1の規模となった。 KBS 歌謡祭2010年からは s m タウンライブがワールドツアーとして欧米の都市でも開催されるようになった少女時代もこれに参加し2010年9月にはアメリカロサンゼルス2011年6月にはフランスパリで公演を行った2011年10月発売のサードアルバムザ・ボーイズから本格的な欧米進出を開始した このアルバムのタイトル曲、ザ・ボーイズのプロデュースには、世界三大プロデューサーの一人と言われるテディ・ライリーを起用し、この曲の英語版を iTunes などを通して、全世界同時発売した。ザ・ボーイズは、アメリカ iTunes の総合シングルチャートで82位を記録し、韓国歌手としては、初めてのトップ100入りを果たした。10月23日には、 ニューヨークのマディソンスクエアガーデンにいて S セムタウンライブ公演に参加し、その翌日にはブロードウェイのベストバイシアターにてアメリカで初のファンミーティングを行った。2012年1月にはユニバーサルミュージックグループのインタースコープレコードを通じてザ・ボーイズ欧米版がアメリカで発売され、ビルボードのワールドアルバムチャートで2位。 ヒートシーカーズアルバムチャートで22位になった。1月31日には、CBS のトーク番組、レートショーウィズ、デイビッド・レターマンに、出演。2月1日には、ABC のトーク番組、ライブ、ウィズ・ケリーに出演した。2012年2月8日には、フランス・パリにて、KBS、ミュージックバンクの公開収録に参加し、翌9日には、現地のテレビ番組、 レグランドジャーナルに出演した。2月13日にユニバーサル参加のフランスポリドールレコードからザ・ボーイズが発売された。フランスで韓国人歌手の CD が本格的に発売されるのは1970年代のグループコリアナの活動以来である。また2月20日にはイギリスロンドンのケンジントン・ガーデンズで開かれた2012 周到バーバリープローサムウィメンズコレクションにユナ、ソヒョン、ティファニーが韓国を代表して参加した。2012年5月にはロサンゼルスにて S セムタウンライブ公演に参加し、その後 Google ググ本社にて行われた K-POP コンサートにも参加した。2013年6月からソウル公演を皮切りに2013ガールズ ジェネレーションワールドツアーガールズピースを開催。2013年7月29日にロサンゼルスドジャースタジアムで行われたメジャーリーグのドジャース対レッズ戦ではドジャースが韓国観光校舎と共催してコリアンデーというイベントを開催した。このイベントはドジャースのリューケンブリ、レッズのアキシンマモルと二人の韓国人メジャーリーガーによる対戦であることにちなんで 開催された。これに少女時代も参加し、テヨンは愛国歌を歌い、ティファニーは米国国歌を歌った。またサニーは始球式をして行事を盛り上げた。2014年2月24日にリリースされた EP ミスター・ミスターが3000枚以上を売り上げ、3月15日付け、ビルボード200チャートで110位にランクインし、 ヒートシーカーズアルバムチャートで1位を獲得した。ミニアルバムフルアルバム立派ケージシングル OST 参加楽曲ライブアルバム韓国日本韓国日本韓国での番組は主な出演作のみを掲載。個別での出演は各メンバーの記事参照。リアリティ番組その他日本個別での出演は各メンバーの記事参照。韓国日本 SM タウンライブツアーについては SM エンターテインメントコンサートツアーを参照。対象は、ふとじ。ありがとうございます。